はいどうもこんにちは、まみよしです。ここでね、楽天アンリミット開始初日から使ってるんですけども、かなり快適に使えてます。でそして今回楽天アンリミット5ということで、ついにね楽天アンリミットが 5G に対応したので、こちらの楽天アンリミット5に関して解説していきたいと思います。まずプラン料金なんですけども、プラン料金は 4G のものと変わらず2980円、据え置きになってます。他社だと7000円とか8000円とかするキャリアもあるんですけども、まあ、それの半分ぐらいといった感じになってますね。かなり安いです。基本料金入って2980円になってます。でそしてこちら1年無料ということで、契約者300万名様まで1年間こちらの2980円が無料になってます。はい、そしてこちら全国どこでもデータ通話使い放題、こちらは楽天リンクを使うことによって通話は使い放題になってます。アプリですね。ただそのアプリも Android、iPhone 両方ありますので、この辺は OK です。でデータ通信に関してはちょっと注意が必要で、楽天回線エリア、こちらではデータの方を使い放題になります。1日10ギガはあるんですけども、10ギガ使い切る人はほぼいないと思うので、実質使い放題と。で 5G エリアもなんと使い放題になってます。ただこれ米印4番があるので見ていきましょう。米印4、 5G 利用には対象エリアと対象製品である必要があります。これについての対象エリアと対象製品は後で見ていきます。はい、そしてパートナー回線エリアでは、これは au のローミングを使います。なので au の回線を使った通信ってことですね。データ容量5ギガで、超過後は最大 1Mbps、まあ、1Mbps でもね、あの低画質の youtube とかは見れますので、まあ実質使い放題と言ってもいいかなと思います。ゲームとかもできます。で国内通話は楽天リンクアプリを使うことでかけ放題になってます。でアプリを使ってない場合は30秒で20円かかってしまうので、必ずアプリからかけるようにしましょう。で先ほど紹介した料金そのままで 5G プラン対応へ。今までは楽天アンリミット 2.0 だったんですけども、これから 5G が追加されますよと。 4G に関しては今までと全く変わりません。 5G が追加されただけっていう感じですね。で3大キャリアと比べるとこんだけ安いですよと。料金比較見てみましょうか。 au、 ソフトバンク、ドコモだとまあ大体1万円いくかいかないかぐらいの携帯料金になってると思うんですが、楽天モバイルを使うことによって月2980円固定、まあ電話を使ったら電話代はかかるんですが、楽天リンクからかけると無料です。なので2980円プラス消費税の3100円ちょいで使うことができます。かなり安い。でこれ月7000円違うってことは、7000×12 ということで8万4000円1年間で誓ってくるので、かなりね節約になります。はい、そして今は、契約するキャンペーンもやってて、キャンペーンについてもちょっと見ていきましょう。まずキャンペーンその1、楽天アンリミット5をお申し込み&楽天リンクをご利用で事務手数料3300円相当分を全額ポイント還元。こちらはね以前からやってるんですけども、楽天アンリミットを契約して楽天リンクっていうアプリがあるので、そのアプリで10秒以上の通話とメッセージ送信を1回すれば、事務手数料3300円相当のポイントが楽天ポイントで還元されますよと。なので事務手数料が実質無料になると、1年間は無料で使うことができます。はい、そしてキャンペーンその2、ご家族ご友人に招待で3000ポイントプレゼント。例えば家族で契約する方なんかは、まず1人目自分で契約します。で家族4人いるとしたら4人に紹介します。そうすると6000ポイントプレゼントされて、で紹介された方には3000ポイントプレゼントされるので、4人家族の場合はこれが3つで、紹介された側も3つで1万5000ポイントもらうことができます。で1年間無料と、かなりねいいプランになってるかと思います。ちなみに、3000ポイントプレゼントっていうキャンペーンもあります。これはオンラインで申し込んで楽天リンクを使った方のみになってます。なので店舗で契約した方は事務手数料が無料になるだけ、オンラインで申し込みした方は事務手数料も無料になってさらに3000ポイントもらえるので、3000ポイントもらえて1年無料で使うことができるという感じになってます。でそしてねこれ SIM 単体でも契約の方できるんですけども、端末とのセットでの購入っていうのもあります。端末とセットで購入する場合はさらにポイントがつきます。これも見ていきましょう。まあスマホをあんまり使わないとか、そんなにスペックがいらないっていう方に関してはこちらの Galaxy A7 がおすすめです。まあこの Galaxy A7 のレビューに関しても動画出してるので、まみよし Galaxy A7 とかで検索してみてください。こちらなんと一括払い1万7000円なんですが、1万5000円相当のポイントをプレゼント、なので実質2000円で購入することができます。ちなみに分割払いだと24回払いで月708円で2000円って言ったんですが、これねあのオンラインで申し込む
むと3000ポイントがつくので実質1000円もらって端末ももらってみたいな感じもできますね。はい、で嬉しいポイントもあります。こちらの楽天モバイルはキャリア決済っていうのがあります。 au、 ソフトバンク、ドコモとかでもありますね、キャリア決済。そちらで Google Play Store で例えばアプリを買ったり課金をしたり、そうすると 10% のポイント還元がつきます。で楽天カードを Google Play Store に登録している方であれば 11% つくと。 Google Play Store で1万円使った場合は1100円ポイントプレゼント。これかなりお得ですね。まあ、僕はね iPhone なのでこの Google Play は使わないので意味ないんですけども、 Android で使う方はこういった感じで使うことができますよと。料金とか、キャンペーンに関しては言ったので次は製品の方を見ていきましょう。今回ね 5G に対応したので 5G に対応したモデルっていうのが増えてます。アクオス R5G は前からあったんですけども、今回ね 63,000円、こちらのアクオスの約半額で買える楽天ビッグというのが追加されました。こちらは 5G に対応してて、この画面内にフロントカメラを内蔵していると。なのでノッチとかがかなり小さいといった感じになってます。でもちろん 5G には2種類あって、サブ6っていう、そちらとミリウェーブっていうね、かなり高速な通信にも対応してます。なので 5G に完全対応したスマホになってます。 6.9 インチの超大型有機 EL ディスプレイ、カメラはここに内蔵されてます。カメラに関しては超広角カメラに広角カメラで、深度測位カメラ、まあライダーセンサーみたいなやつかな、でマクロカメラもついてます。 0.5倍、1倍でライダーセンサーにマクロカメラなので、望遠カメラっていうのはついてないんですけども、電子ズーム、まあ、画質は荒くなってしまうんですけども、それはできますと。で iPhone とかにはないマクロカメラがあるので、超接写してこんな感じで小さいものを大きく写すなんていう使い方もできますと。まあ、画質に関してはまだわからないですね。この辺は、レビューが出てから見るのがいいかなと思います。はい、でサブ6に加えてミリ波にも対応と。最大通信下り 2.8GB、 上り 273MB のスピードが出ますよと。で今楽天アンリミットの速度を測ってみたところ、ダウンロードが 54.2MB、 アップロードが 12MB でした。まあ普通に使えるしかなり早い方かなと思います。でそれが 4G なんですけども、 5G になるとまた変わってきますよと。でもちろんこの機種は 4G の LTE にも対応してます。でスナドラ 765G なのでゲームもできますよと。防水防塵ですね。ペリカもしっかりついてます。スイカ使えますね。ディスプレイ指紋認証も搭載してます。マスクしてるとねフェイス ID 通らなかったりするんですけども、これだと安心ですね。でカラバリに関しては黒、白、赤っていう感じですね。赤は発売日は11月以降と、まあ、今買えるのはこの黒と白ですね。で重量に関しては 227g なのでちょっと重めかな。解像度は 2460×1080 フル HD プラスですね。メモリ 6GB、 容量は 128GB になってます。十分かな。でカメラ1倍カメラに関しては6400万画素あります。まあ、カメラは画素数だけじゃないので画質に関してはわからないですね。フロントカメラ3200万画素か、すごい。 iPhone は1200です。あ、ワイヤレス充電には非対応ですね。 Wi-Fi 6には非対応。まあ、Wi-Fi 6は使わないかな。で、SIM に関しては eSIM だけですね。ここはちょっと注意が必要かもしれません。SIM カードを入れて他の機種にも差し替えたりして使いたいっていう方はちょっとお勧めできないですね。で、充電は Type-C と。イヤホン端子はないですね。Type-C から 3.5mm 変換するアダプターがついてます。開通手続きは Wi-Fi が必要になります。ここはちょっと注意かもしれないですね。充電器は入ってないですね。Type-C のケーブルだけなので別途充電器も買う必要があります。はい、というのが楽天ビッグ 5G です。まあ、僕はね iPhone で使いたいので、これから出る iPhone12 で 5G の方を使いたいと思います。まあね、多分 iPhone12 の 5G でも使えると思うんですけども、その辺もねまた検証していきます。ちなみにこちらの楽天アンリミット、 iPhone とか他の端末で使う方は SIM ロック解除をしなきゃいけないので、その辺は注意してください。で今楽天アンリミットを使ってる方はどうやってアップグレードするのかというと、今後ね自動的に移行っていうのはされるんですが、今すぐする方法もあります。今すぐする方法はマイ楽天モバイルにログイン、そして契約プランのプラン変更で、そうすると楽天アンリミット5が出てくるので、プランを選択して次へ進む、この内容で次へ進むで確認して、規約を確認して申し込むと、これで移行の方できます。あ、ちなみに現時点での 5G のサービス対応エリアっていうのはかなり狭いです。北海道はここだけ、埼玉は2カ所だし、東京に関しては世田谷
谷区と板橋区のみ、神奈川は横浜市と大阪府は2カ所、兵庫県は1カ所、他は 5G 使えるところありません。まあ今後ねこの辺は拡大されていきます。で 4G のね楽天エリアに関してはかなりね今広がってます。この濃いエリアが現時点の楽天回線エリアで、紫の点はこれから楽天回線エリアになる箇所ですね。これが10月、こっちが12月、まあどんどんと拡大していきますよと。まあ東京23区はほとんどカバーしてて、埼玉とかも結構カバーしてますね。春日部とかで、千葉に関しては市原市ぐらいまでカバーしてます。でだんだん上の方、前橋とかもカバーするようになっていきますね。で北海道に関しては旭川と札幌、帯広あたりで、仙台に関しても仙台周辺で、富山だったり名古屋で、岐阜あたりも対応しますね。静岡とかも、まあ、徐々に紫に対応していきます。で大阪、姫路、岡山、まあ、四国とかまで入っていく予定ですね。これから九州だったり、まあこんな感じですよと。まあね、東京、千葉、埼玉あたりに住んでる方はほぼね全部カバーできてるのでかなりおすすめですね。はい、という感じでした。楽天アンリミット5、まあね概要欄とコメント欄にね、あの楽天アンリミット5のリンクの方を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。もう何ヶ月も使ってるんですけど快適に使えてますのでおすすめです。以上、バイ。